どうもねむたけです。さて今回もファーミングシミュレーター公式サイトのブログを見ていく動画ですが、今回はそんなに大きな情報ではないです。ちょっとね、どのくらいのレベルの情報まで動画で出すべきかっていうのちょっと迷い中な感じなんですが、うわーこれ知っときたかったよってなってもあれだなってことで一応動画で出しますね。あ、ちなみに今回もですね、英語のサイトを機械的に翻訳したものを見ていきますので、こちらの日本語の文章はジャイアントソフトウェアが書いたものではないということは押さえておいてください。さて今回は7月の6日と7日に行われるファームコンの話題なんですが、こちらの開催に先駆けてですね、こちらなんたらかんたら時間がありまして、 YouTube にてファームコンの見どころをご紹介しますということで、 YouTube に、まあ、動画かライブか何がしかが出るということのようです。でその日時なんですが、7月3日水曜日午後7時 CEST ということで、こちらこの CEST 中央ヨーロッパ時間かっこ夏時間ということらしいんですが、こちらをですね日本標準時に直しますと2024年7月4日木曜日の午前2時ということになるようです。基本的にはファームコンの見どころをご紹介するっていう映像みたいなんでね、そんなにうおーっていうものは出ないかもなとは思うんですが、こちらですよね、ファーミングシミュレーター25の最初の姿をご覧くださいということで、これ僕の勝手な希望ですけれども、もしかしたらファーミングシミュレーター25の動く映像が見れたり的な期待がちょっと高まる感じですかね。このプレッショーの URL はこのページの中にはないようなので、こちらのファーミングシミュレーターの X のアカウントとかでおそらく公開されるのではないかと思います。というわけで今回の記事で日本にいる僕らにとって押さえておきたいのはとりあえずこれだけなんですが、記事内にはファームコンでどんなことが行われるかについて詳しく書かれています。こちらプログラムも出てるんですが、これを見ていく限りですね、今回のファームコンでかなりたくさんの情報が出ることになりそうです。こちら土曜日ですね。ファームコン24へようこそ。それからパブリッシングニュース、ジャイアンツエンジン LS25 の改善点と書いてありますね。これ1個前の動画にも名前が出てきたゲームエンジンの話ですよね。なのでもうおそらく動く映像が出るんじゃないかという気がしますね。で、この LS25 なんですが、これはドイツ語でファーミングシミュレーターがですね、このランドウンタラカンタラカンタラシミュレーターっていう感じになるらしいんですね。なのでこの LS って略されてますが、これファーミングシミュレーターのことだと思います。それからこちら LS25 マッププレゼンテーションということで、ここでもうマップの情報が出るようですね。ということはもう明らかにゲーム内の映像は出ると考えていいんじゃないでしょうか。そして新マップですね、東アジアの部分になるのか、そしてあとはもしかしたら3枚の初期マップについて名前ぐらいは出るかもしれませんね。そしてイングリッシュゲームショー、それから LS25、 これはマシンとゲームプレイということで、これはちょっとわかりませんが、収録されている機械がいくつか紹介されたりするんでしょうか。あとはゲームプレイとありますから、システム面の追加とか変更についても情報が出てくる可能性があるんじゃないかと思います。というわけで、あ、ここにいっぱい書いてあったんだ。ファーミングシミュレーターの開発に関する有益なプレゼンテーション、Q&A セッション付きのインタラクティブパネル、今後のプロジェクトファーミングシミュレーターの新コンテンツに関するビッグニュース、エキサイティングなサプライズもあるということですね。そして日本にいる我々にとって気になる部分はやはりここですよね。犬の同伴は可能ですか。はい、入れます。違いますね、ここですね。ニュースを知るにはっていう話ですね。会場ではファーミングシミュレーターの新情報を隠すことはありません。イベント終了後ブログでお知らせしますということで、これちょっと翻訳のあれなんですかね。イベントで出た情報はすべてブログにも出てきますよみたいな感じで、ま、撮っていいのかな。ちょっとそう撮りたいですよね。まあ、いずれにしてもブログで情報は出ますよっていう話なので、まあ、現地にね、行かれてる YouTuber さんとかが情報を出す可能性もあるので、ブログ以外にも知るタイミングはいろいろあるかもしれませんが、まあ、いずれにしてもブログでは必ず来るということでいいんじゃないかと思います。
というわけで今回は2024年7月4日木曜日の午前2時に YouTube でプレショーがあるよ、そしてファームコンで出る情報すごそうという話題でした。ちょっと今回ね、こんな情報が出るかもしれませんみたいなめちゃくちゃふわっとしたニュースだったんで、これはちょっと動画にするまでもないかなとは思ったんですけど、まあまあ一応ね、公式ブログ見るのはめんどくさいっていう人向けにちょっとこういうのも出していこうかなと思います。というわけで今回は以上になります。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。以上ねむたけでした。